この時間はマンチェスター B 対マンチェスター B、 こちらをご覧いただきます。本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今ゲームが始まりました。マンチェスター B 対マンチェスター B。 さて北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう？やはりスターリングですよね。あのスピードには注目ですよね。ドリブルでどんどん仕掛けてほしいですよね。いいシュートを持ってますし、彼の前線での活躍には期待したいですよね。そうですね。さあ今日はゴールに絡んでくるのでしょうか。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日先制はこの早い時間でした。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間、アグエロ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。マフレズから緩いフィードボール、ロドリ、さあ右へ預けて裏を狙っていきます。お、これいいですよ。ファーサイドへのボール、このクリアボール拾いたい。ラポルト、長いボールを送ります。サイドを使う、マフレズからベルナルド・シウバー。マンチェスター B はこの前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。まあ早い段階で先制されてしまったことは焦りにつながりますからね。単純にまだ始まったばかりですから、この後じっくりいけばいいと思いますけどね。とボールは完成からアグエロ、ルーズになる、マフレス、さあカウンタースピードを上げたいところ、抜けてくる、このスルーパスは通りません。サイドチェンジ、このパスを受けてスルーパスを出す、ベルナルド・シウバーからカイル・ウォーカー。さあボールはマフレス、前出るか、ゴールキックとなります。ベースを狙う、裏へ届くか、裏へ抜けた、マンチェスター B、 ここは大きくクリア。危険なシーンでした。裏のスペースを狙う、スルーパス、シュート、
これよく止めましたね。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。アグエロ、今のチャンスはものにすることができませんでした。スペースを狙ったボールはギュンドーアンへ抜けてくる。さあシュートに行けるか。あ、止めてきた。すぐ、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。ベルナルド・シウバ、スペースを狙う。お、いい形じゃないですか。シュート、これで2点差。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さらに1点を追加し2対0としています。マンチェスター B としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。このボールに触ります。ルーズボールからロドリからデブライネ、ボールのこのパス、素晴らしい技ありのシュートを決めてきました。そうですね、こうぐぐっと曲がって落ちていく、綺麗な軌道でしたよね。精度の高いシュートでしたね。今日2点目のゴールです。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗っていく。シュート危ない、こぼれたところをしかむ、決めた。あと2点というところまで来ました。エデルソンがこう弾いたボールを正確に押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニング選手が光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。2点差に詰め寄りました。シュートもあります。ヘディング、うわー、マフレーズ、マフレーズが体勢を崩してのシュートでした。ベルナルド・シューバー、審判流しました。さあカウンターのチャンスになります。ここ拾って、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。マンチェスター B、 今のところリードを許しています。ディフェンスの面で少し不安要素の残る前半となりましたね。寄せを早くしながら、ボールを持っていない相手選手の動きにもしっかりと注意を払っていくことですよね。マンチェスター B 対マンチェスター B、 それでは続けて試合をお楽しみください。
後半です。後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、ここはキーパー処理しました。デブライネチャレンジはしません。後ろに流す。ウォーカー組み立て直します。ラポルト長いボール縦へ。ジョアン・カンセロ。ギュンドーアン。ラポルト。ギュンドーアン。アグエロ。デブライネ抜ければチャンス。マティネス、エデルソン、いやいや、ナイスセーブ。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。このクリアボール次へつなげたい。マンチェスター B、 ここはクリアでピンチを出します。ルーベン・ディアス。ウォーカー。マンチェスター B としてはそろそろまず1点返したいところですよね。ベルナルド・シウバ右サイド上がる。スルーパス。どうだ、クロス。クリアです。さあどうする。ここでファウルがありました。ラポルト、今のファウルは注意だけで済んだようですね。まあまだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。キーパーは素晴らしい。点差は3点。試合が決まってしまうのか。直接ゴールに叩き込みました。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。3点リード。ここは繋がりません。裏を狙うと、これは繋がりません。デブライン。ロドリ、スルーパスを出す。アケ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。スターリングからアグエロ、裏のスペースを狙う。これはクリア。激しいボールの奪い合い。これはファウルではありません。チェックを受けながらのドリブル。ここは通しません。このボールはつながりません。デブライネからターテのボール。ベルナルド・シウバ。ルーズボール。ロングフィードで狙う。浮かせたボール、絶好の位置で受ける。コーナーキックです。
マンチェスター B は今日3本目のコーナーです。左上がっていく、デブライネ。マンチェスター B としては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしているんでしょうね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、なるほど。守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗を抑えられる比較的守りやすい形といえますよね。おー、これは合いません。裏を狙っていきます。カイル・ウォーカーからマフレーズ、裏へのスルーパス、自分で行く、低い弾道シュート。中央フリーでした。十分相手を引きつけたことによってセンターフリーになりましたよね。マンチェスター B、 決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ここはすぐ奪い返します。マンチェスター B、 超えた、収まったフリーだ、シュート、ここでコーナー決まっている、エデルソン。いやー、キーパーいいですね。ここで見せてくれました。マンチェスター B としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。このパスはキーパーへ。ボールの奪い合い、激しいものがあります。ロドリ、素早いパスで攻め上がっていきます。マーフレーズから来た、うわー、キーパー素晴らしい反応を見せました。アグエロ、今のチャンスはものにすることができませんでした。アグエロ、さあつながるか。このボールはカットされます。アグエロ、ギュンドーはこの試合ですでにアシストを記録しています。ここで笛です。4対1、敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、試合の総括をお願いします。前半での3失点、やはりあれが痛かったですね。レースを使う前にやられてしまった、そんな感じでしたよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。